こんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回は5月のお気に入りコスメをご紹介していきたいと思います。4月ね、ちょっとお気に入りコスメやりそびれちゃったので、まあ4月5月お気に入りっていうような形になります。ということで、まあこの時期やっぱりね、気になるのは UV ケアだと思うんですよ。先日ですね、価格別おすすめ日焼け止めの動画を出したと思うんですけれども、そちらの中でも特に私が気に入っておりました、そして最近発売になったアイテムからピックアップすると、オルビスのリンクルホワイト UV プロテクターです。こちら SPF プラス PA プラス4つ、こんな感じのチューブタイプになっているので、結構ね、持ち運びしやすいですよね。こちらはですね、美白ケアとシワ改善効果があるっていうような、日焼け止めになっております。結構よく使ってますね。やっぱ石鹸で落ちるっていうところも大きいかなっていうふうに思いますね。はい、こんな感じ。白いクリームなんですけど、塗ると結構馴染んでくれます。やっぱり適度にこう密着してくれてる安心感っていうのはあるので、すごい私の中ではとにかくバランスがちょうどいいアイテムだなっていうふうに思います。で、まあでも先日その日焼け止めのおすすめの動画でもご紹介したんですけれども、まあ、メイクアイテムによってちょっと相性がね、あるかな、もろもろが出てきてしまう時があるかなっていうところがあるので、私は結構もう日焼け止めだけで、過ごす時とか、散歩だけ行くとか、ちょっと運動しに行くとかで、夜クレンジングしたくない、もう洗顔だけで終わらせたいみたいな時に、まあ、一番よく取り入れてるのがこちらになります。はい、次は私これ超愛用していて、こちらですね、紫外線予防のサラサラ UV スティック SPF50+PA+4つの、スティックタイプの日焼け止めになっております。ここの部分をこうくるくる回すとスティックが出てくるっていう形になっていて、顔体両方使えます。で、かつ石鹸オフできてウォータープルーフ仕様ということで、これはね、じゃん、見てください、この横から見た時めちゃめちゃスリムじゃないですか。持ち運び本当にしやすいんですよ。ちっちゃいバッグにもこんなにスリムなのでインできるし、ポケットとかジーンズの後ろポケットとかにも入れられちゃうぐらい、かなりスマートな作りになっているところもすごい気に入ってます。白い色もつかないし、お洋服とかにつく心配もないですし、ベタベタしなくてすごいサラサラなんですね。スティックで塗り直すみたいな習慣なかったんですけど、私はね、主に体の塗り直しに使ってるんですが、ちょっとご飯食べて外出る時とかにささっとスマートに塗り直すことができるし、こうチューブとかでね、こうカシャカシャカシャとかやってこうベタベタ塗り直すのもなんだなっていう時に、ちょっとエレベーターでさ、こう下まで降りながらちょっとこうやって塗り直したりとかできるので、かなり頼もしいアイテムです。私ね、これ実は2個買って、2個いつも使うカバンに入れています。で、アイシャドウで気に入ったのがこちらです。これね、ゴールデンウィーク中の動画でも出したと思うんですけど、ルナソルのアイカラーレーションの11番、イエローとオレンジはラメがね、結構キラッと輝いていて、くすみピンクの方は本当に繊細なキラキラ感も、あんまりね、キラキラ感まぶたにのせると感じないぐらい割とこう落ち着いていて、ブラウンもココア系のカラーですっごい使いやすいんですよ。今日私も塗っています。こんな感じです。オレンジのカラーは使っていないんですけど、上まぶた全体と下まぶた全体にまずピンクカラーをのせまして、でイエローラメをこの目頭とまぶたの中心にのせて、あとは際ブラウンで引き締めてるって感じ。すごい春らしくて使いやすいカラーなんですよね。イエローラメを重ねることによって、かなり爽やかにピンク使いこなせるんですよ。で、この締めのブラウンがマットなのもいい、甘々すぎなくていいっていう感じ。困ったら最近はこのアイシャドウ使っちゃうかなって感じです。そしたらもう一つアイシャドウいきたいと思います。先日の、ブラウンメイクを極める、ね、動画でご紹介した&B のパレットアイシャドウサンライズブラウンです。結構血色感を含んでいたり、ブラウンもオレンジ味を含んでいたりですね、あとベースカラーもベーシックなベージュに見えるんですけど、塗ってみるとちょっとゴールド感があったり、普通のブラウンメイクでなんだか垢抜けないなっていう方には、この&B のアイシャドウのシリーズとってもおすすめだなっていう風に思います。結構発色がいいのになんでか不思議と鼻なじみがいいっていうね、本当にこんなことあるっていうようなアイシャドウなので、ブラウンメイク好きな方ね、ぜひ&B 使ってみてください。次はですね、こちらです。じゃんじゃん、フーミーのマルチマスカラのダークブラウンです。
先端の部分はちょっと太めになっています。私髪色ね暗くしたので、ちょっとダークトーンの眉マスカラ、ダークトーンの髪に合う眉マスカラを探していたんですよ。でこれがね本当に良かったので、ちょっと先日もね何かの動画でご紹介したと思うんですけど、一回塗ってみたいと思います。で結構これ使い始めの時液たっぷり含んでるので、あんまりね眉に逆らうとねピンピンって液がちょっと顔に飛んじゃう、そこがネックなんですけど、なのでまあダークカラーなので、私はねこういうのはもう毛流れに沿って表面だけ入れちゃいます。髪色がね明るい方はやっぱ後ろまで、この毛の裏までこういう風にね色を入れ込んだ方がいいと思うんですけど、髪色が暗めの方はそこまで気にしなくていいかなって感じがしますね。毛に腰が出たっていうような感じで、ブラウンまでは色づかないんですけど毛の印象が軽くなるっていうところが私はすごい気に入っているポイントです。こんな感じです。ちなみにそろそろアイブロウの整え方の動画をまた出そうと思っていて、ちょっと眉毛育毛中でね、なんかムダ毛がいろいろ気になっちゃった方がいたらすいません。話題になりましたね。美容系 YouTuber の人これみんな買ったんじゃないかなっていう風に思うんですけど、こちらケイトのリップモンスターです。私が特に気に入っているカラーはこの03番のカラーです。でちょっと03番で今塗ってるんですけど、もう一回上から重ねて塗ってみます。はい、こんな感じです。これはねやっぱ本当に色落ちしないっていうところと、色落ちしない系のリップなんですけど、ルージュ塗ってるかのようなしっとりした塗り心地みたいなところがやっぱりねさすがケイト様っていうような感じでございます。ちなみに私3色買いまして、ちょっと素落ちします。3色買ったんだけど、まあ03番が一番よく使ってるかなって感じです。私が買ったカラーは、この3色で、上からリップモンスターの03番、真ん中が05番、一番下が07番です。05番狙ってるっていう風に私言ったんですけど、意外と03番しっくりきちゃったっていう感じで、はい、気に入ってます。このリップを軽く塗ってから私はこのね白のグロスを重ねるのがお気に入りです。ちょっとねジンジャーの香りがしてすっきりした気分になります。こんな感じです。あとねメイク落としはこのナチュラグラッセの拭き取り初めて使ったんですよ。で初めて使ってからもう何日か続けて使ってるんですけど、結構お気に入りです。こうやってねシェイクして使うんですけど、 100% 天然由来の、成分でできているそうで、しかもねダブル洗顔不要っていうものになります。おすすめですよ。あとねおまけなんですけど、もうね日焼けの時期なのでサンバリアの日傘めっちゃ使ってます、今年も。はい、でこれは折りたためてないんですけど、もっとちっちゃく本当は折りたためるやつ、ちょっと外側の柄を見せたくてこんな感じのものと、サンバリアはねもう本当に皆さんホームページでちょっとサクッとググってもらえれば、私がこっそり説明するよりも全然魅力が分かっていただけると思うんですけれども、まあ美容業界の人はねほとんどサンバリア指してると思います。私会った人、会う人ね、美容家の方とか業界の方、本当に日傘指してる人ほぼサンバリアだなっていう風に思うぐらい、真夏になるとね結構売り切れ完売続出っていうような、本当に 100% 遮光できるっていう風な、地上に届く全ての光をカットするっていうね、この地面から反射する、光もしっかりカットしてくれるっていうものなので、ぜひねちょっと紫外線対策バッチリしたいなっていう方おすすめですよ。ちょっと高いけど雨に濡れたりしても遮光する効果っていうのが落ちないものになっているので、まあ、本当穴開かない限りねしっかり遮光してくれるっていう効果はねずっと続くものになっているので、ちょっとお高くてもね買う価値ありかなというふうに思います。はい、ということで以上ですね、私の5月のお気に入りコスメご紹介でした。ということで以上ですね、私の5月のお気に入りコスメご紹介でした。そして本日のさゆりクエスチョンはこちら、皆さんが5月に気に入ったコスメあればよろしければ教えてください。やっぱ5月だから UV 系アイテムが多いのかな。コメント楽しみにお待ちしております。この動画見てコスメ欲しくなったなという方はぜひチャンネル登録ポチッとよろしくお願いいたします。最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。